中央聖書人学校は東京都豊島区駒込3-15-22本部を置く日本の各種学校である。1950年に設立された。中央聖書人学校は1950年に日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団によって設立された神学校。同教団の主に聖職者を育成することを目的として1929年に設立された。 精霊神学院を母体としている。現在は、ペンテコステ信仰に基づく、牧師、伝道師、教師などを養成するために、本科、通信科、研究科、老舎聖書学校の4つを設置している。通信科は伝道者を目指す伝道者コース、信徒の立場での教会奉仕者を目指す、教会研診者コースを設けている。 2021年から本家と通信家が再編成され、入学1年目は、新都放置者を目指す、基礎課程、2年目からは伝道者を目指す、専門課程にところ属することになる。基礎課程のみで修了することも可能であり、また、基礎課程は、本家、専門課程は通信家といった履修も可能となる。 白石信之、鈴木正和、高橋恵子、長沢真希と、野川悦子、野城一郎、長谷川忠之、平松恵、細一心、堀川博本田勝弘、三上香織、三上智道、三宅忠のラウジーマンよ。ありがとうございます。